皆さん、こんにちは。時代劇の常連であり、大江戸捜査網の稲妻お龍役で広く知られている俳優の土田早苗さん。バラエティ番組などには出演しないスタンスを長年貫いていました。しかし、近年出演したトーク番組での若々しい容姿が反響を呼び、結婚生活や旦那さんなどプライベートについての関心がファンの間で高まっているようです。今回は、2023年現在の土田早苗さんを追いながら、大岡越前の共演者、加藤剛さんとの親交や、元アナウンサー説について迫りたいと思います。土田早苗さんは、1949年7月26日生まれ、大阪府豊中市の出身です。これまで銭形平次、大江戸捜査網、大岡越前、水戸黄門といった人気時代劇に多数出演しているため、時代劇俳優として認知している方も多いことでしょう。少し上の世代にとっては、青春ドラマ、青春とは何だの女子生徒役のイメージが根強いかもしれません。土田早苗さんは、樋口靖子役の女子高校生役でレギュラー出演していました。女子高生役にはその他に、岡田可愛さん、水沢由美さんなどがレギュラー出演していました。当時の若者に人気だった青春学園ドラマ「青春とは何だ」は、昨年亡くなった石原慎太郎さん原作原案で、1965年から1966年まで放映されました。制作したのは東宝です。主人公は夏木陽介さんが務め、アメリカ帰りの英語の教師という想定で、ラグビーを通じて生徒たちと心の交流をしながら人間教育を展開していくというストーリーです。現在の青春学園ドラマの元祖と言えるでしょう。テレビドラマ「青春とは何だ」が終了した後、東宝は「これが青春だ」という題名で映画化をして公開しました。主役はテレビと同じ夏木陽介さん、土田早苗さんはじめレギュラー陣はそのまま出演しています。ストーリーはテレビドラマの延長ではなく、夏木陽介さんが赴任するところから新たに始める話になっています。ストーリーの趣旨はドラマと同じで、人間教育ドラマとなっています。そして土田早苗さんの代表作といえば、なんといってもドラマ「大江戸捜査網」でしょう。第一部のサブタイトルは「アンタッチャブル」とありました。時代劇には水戸黄門を代表として、悪がはびこるところに最後は正義が勝つというような劇流れが多いのが通常です。しかし大江戸捜査網は江戸時代の007的な隠密同心を描いた捕り物帳で、新しい時代劇でありました。1970年から1992年まで放映され、2015年1月にリメイク版が放映されました。大江戸捜査網で若い頃の土田早苗さんが登場したのは第3部の1973年から1981年までで、レギュラー出演しています。土田早苗さんの役は、表向きは芸者玉僚、真の姿は稲妻お龍といって花札占いを得意とし、赤紫色のリストバンドで紫色の柄の刀を扱う隠密の役です。さて、土田早苗さんの芸歴は長く、小学生時代から児童劇団友達劇場に所属しており、5年生で菊田一夫さんに見出され、舞台「ガシンタレ」で俳優デビューしています。しかも主人公の恋人役という重要な役でした。ガシンタレとは大阪弁で育児なし、解消なしの意味です。友達劇場は第二次世界戦の終戦後の翌年1946年に創立された児童劇団で、1983年まで続いた劇団です。この時東京で公演があったため、ホームシックにかかってしまった土田早苗さん、半年間大阪の小学校から東京銀座の小学校大名小学校に転入していたそうです。ガシンタレのヒットで土田早苗さんは週刊明星と週刊平凡に取り上げられました。舞台出身の俳優らしく、近年も友情など多くの舞台に出演しています。2018年10月に出演した徹子の部屋では、黒柳徹子さんに、あなた結婚していないんですってと質問されていた土田早苗さん、出演時から少し時間が経っていますが、2023年現在も結婚歴や旦那さん、子供に関する情報は一切ありません。中には極秘で結婚したり、
未婚で出産したりするケースもありうるので断言はできないものの、土田早苗さんが独身で子供もいない可能性は極めて高いと思われます。また同年6月に他界した加藤剛さんの息子で俳優の加藤来さんと出演した土田早苗さん、大岡越前では第一部から千春役を演じ2役に扮したこともありました。途中ブランクを経て第14部ではお金役で再び登場しています。同じく第1部から第3部まで全ての番組にレギュラー出演している俳優さんに竹脇無我さんがいます。竹脇無我さんは大岡越前の親友役で出演していましたが、体調が悪くなったことがあり第5部のシリーズを最後に大岡越前のレギュラー出演から外れています。過去には大岡越前で長く共演した竹脇無我さんとの熱愛が報じられたこともありました。ですがこれについては土田早苗さんご本人がきっぱりと否定しています。竹脇無我さんがうつ病を発症した後も散歩中に土田宅に立ち寄ってお茶を飲むなど仲の良い友人関係だったそうです。竹脇無我さんが亡くなった後、土田早苗さんは友達のエッセイストに竹脇無我さんのことを、彼とは48年間共演したの、二人は怪しいと週刊誌に書かれたこともあるのだけど何にもないのよ、ただ竹脇無我さんのお別れ会は絶対に泣かないと決めていったのに泣けて泣けてと漏らしていたそうです。土田早苗さんの恋人と噂された竹脇無我さんはどんな人だったのでしょうか。1944年に名アナウンサーで有名だった竹脇正作さんの三男として千葉県で生まれています。土田早苗さんより5歳年上です。青山学院大学に在学中に一番上の兄が半失明状態になり、すぐ上の兄が他界し一家の経済状況を立て直すため映画界入りをしました。クールな二枚目俳優として時代劇やドラマで活躍しました。声に魅力があり女性ファンが多く、理想の夫ナンバーワンとも呼ばれた竹脇無我さんでした。しかし竹脇無我さん本人は外見と内面のギャップに悩まされていたと述べています。役者として円熟してきた矢先に親友であった俳優松山栄太郎さんが癌で亡くなり、仕事のストレスとで自殺願望の症状が出うつ病と診断され治療に専念し芸能活動を休止しました。うつ病の症状も軽くなり芸能界に復帰するも尊敬する森重久弥さんが亡くなり、竹脇無我さんはさらに落ち込みうつ病を隠しながら芸能活動を続けました。しかし出演本数も減り闘病生活に入られ2011年に亡くなっています。竹脇無我さんは1970年に結婚しています。土田早苗さんとの噂があった頃はすでに結婚していました。二人の娘を授かりましたが奥様と離婚し別の女性と再婚しています。さて俳優の加藤剛さんは『徹子の部屋』に過去6回出演し、照れやすぎて役者は向いていないのではと語る姿や家庭を大切にする良き父親としての素顔を披露してきました。付き合いが長かった土田早苗さんによると、加藤剛さんは根っから真面目な性格で撮影現場で台本を開くことが一切なかったそうです。セリフが完璧に入っていたということなのでしょう。これは息子の来さんも知らなかった父親の姿だったそうです。胆のうがんが発覚してから亡くなるまでの3ヶ月間加藤剛さんにとって土田早苗さんは大きな支えになった一人だったようです。片や土田早苗さんにとっても加藤剛さんの存在は大きな支えだったに違いありません。単なる共演者にとどまらない同志の絆で結ばれた関係だったようです。2019年1月の月曜名作劇場魔性の群像5で久々にドラマ出演した土田早苗さん、以前に比べるとテレビで見かけることは明らかに少なくなっています。しかし芸能活動をやめたわけではなく舞台を中心に活動中です。もともと舞台出身の俳優であり大のミュージカル好きでもあります。ミュージカルを見るためにニューヨークにアパートを借りて滞在したこともあるそうなので舞台の仕事を好んでいるのでしょう。また以前はおふざけを売りにしているという持論からバラエティ番組出演を拒んでいたそうです。しかし近年はバラエティ番組に対する考え方が変わってきたようで、クイズ、ノーベル賞などに出演しています。今後も出演する可能性はありそうなのでファンは注目したいところです。2023年に74歳を迎える土田早苗さんですが、
2018年10月に『徹子の部屋』に出演した際は、若々しい美貌が実年齢に見えないと大きい反響が寄せられました。おそらく日々の健康管理や美容にストイックに向き合っているのでしょう。舞台公演をこなすには健康な体が基本ですから、お元気なことがわかります。ネット上には、土田早苗さんは以前アナウンサーだったらしいという声が見られますが、アナウンサーとしての経歴はありません。おそらく上田早苗さんと混同した情報でしょう。上田早苗さんは14歳年下の NHK アナウンサーで、アナウンス室長を務めた人物です。名前が土と上だけの一字違いで、字面も似ているために間違えやすかったのだと思われます。若い頃から美人女優として人気を博した土田早苗さん、私生活があまりオープンになっていないこともあって謎めいた俳優の一人ですが、もしかすると恋愛より俳優業を優先したのかもしれません。現在、土田早苗さんは結婚しているのかどうか調べてみましたが、若い頃も含めて過去に一度も結婚の経験はありませんでした。芸能界のお仕事が忙しく、結婚相手を見つける暇がないほど忙しかったといいます。いかがだったでしょうか。もうすぐ75歳になろうとしている人には見えません。現在でも趣味の観劇は、ニューヨークに行って1週間から10日アパートを借りて、あちらこちらの劇を見て回ることにしているそうです。また俳優の長嶋敏行さんと一緒に毎年田植えをして、お米が実ったら送ってもらい、美味しいお米を現在でも食べていると徹子の部屋で話をしていました。8歳から演劇に出演し、若い頃から数えきれないほどのドラマ、演劇、映画に出演してきた土田早苗さんは、これからも活躍している姿を見せてくれることを期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。